どうも松原です。そしたら今日は空きスメットの、パスワードの設定方法ですね、を解説していきます。まずはこちらですね、プラグインって選んでいただくと、このように青いボタンが出てくると思うので、空きスメットアカウントを有効化、こちらをクリックしてください。そうすると、こういう画面になりますので、 API キーを取得、こちらをクリックしてください。そうするとですね、またこのような画面になりますので、真ん中の青いボタン、これをクリックしてください。そうするとですね、こちら、まずは、好きなメールアドレスですね、持ってるメールアドレスを入れてみてください。で、ユーザー名は、こちらも適当に好きなものを選んでください。で、パスワード、ユーザー名何でもいいですね。で、パスワード、こちらも好きなものを設定してください。で、こちらで登録とやってください。アドレスがダメかな。メールアドレスがちょっと使えなかったので、別の使いますね。これできたかな。これも使ってるから、これも使ってるから、これもダメだ。これでどうだ。これもある。これもダメだ。ちょっと待ってくださいね。使えるのがあれなんで、これでどうだ。あ、いけた。ごめんなさい。メールアドレス、ここにチェックついた状態ですね。これが使えるかどうか。で、チェックついてたら OK です。ユーザー名もチェックついてたら OK です。で、パスワードは好きなものを設定してください。で、登録をすると、そうするとこのような画面に出てきます。こちらで、このパーソナル、こちらをサインアップってところをクリックしてください。で、次の画面で、ここですかね。あ、ここ。この、お金が書いてある項目があるんですけども、その下にちっちゃく、or use AkisMed for free ってあるので、こちら、これをクリックしてください。で、ここ、Use AkisMed for Free on a Personal Site。これをクリックしてください。で、この状態で、ファーストネームが、下の名前ですね。で、ラストネームが名字。これをクリックして、Submit をやってください。そうするとですね、このように、アキスネットの API キーというのができますね。で、これを実際コピーして、ここ、WordPress の管理画面のここに貼り付けます。で、このキーを使用。こちらをクリックしていただくと OK です。OK でしょうか。以上です。